アクティビジョンブリザードアクティビジョンはアメリカ合衆国のカリフォルニア州サンタモニカにあるゲームソフトウェア開発会社。1979年10月1日に設立。それまでゲーム機の販売会社がゲームソフトも独占的に販売していた中で史上初めてゲーム機のサードパーティーとしてゲームソフトを開発と提供した企業である。当たりでの低待遇に不満を抱いた。ゲーム開発者らによって設立された。1980年、最初に、辺り2600向けに製品を出してから、多数のゲーム会社が倒産した辺りショックをも乗り切り、世界最大のコンピューターゲーム会社となった。海外では、各種 MSX 用のゲームを販売していたことでも知られる。2007年12月2日、ビベンディゲームズとの合併を発表。2008年7月10日、新会社名はアクティビジョン・ブリザードになった。それまで規模としてはエレクトロニックアーツに抜かれていたが、再び世界一となった。ちなみに、版権はそれぞれに分けているため、2018年6月29日に発売されたクラッシュバンディクーぶっ飛び三段森はアクティビジョン単独で販売を行っている。ありがとうございます。